メックミュールはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡に属す郡所属し、メックミュールの眺めメックミュールはハイルブロンの北ゼカッハ川がヤクスト川に合流する標高169メートルから350メートルの場所に位置する。メックミュールに隣接する市町村は北西から時計回りにビリヒハイム、ロイクハイム、アーデルスハイム、ビッテルン、 ハルトハウゼンアムコッハー、ノイデナウである。このうち、ビリヒハイムとアーデルスハイム以外の市町村はいずれも、ハイルブロン郡に属す。メックミュールは、ヤクストハウゼン、ロイクハイム、ビッテルンと行政共同体を形成している。この都市は、中核地区である、メックミュール地区、ビッテルブロン地区、コルプ地区、ルフゼン地区、ツユトリンゲン地区からなる。その出土品から、 メックミュールの土地には、新石器時代から人が定住していたことが明らかとなっている。ケルト人やローマ人もこの地に住んだ。750年から779年までの間に、メックミュールは、メイタメリン、マイタマヤランあるいは、マッケイタメリンという名で、古田修道院の文書中に、初めて記述されている。これに、ルフゼン、ツユトリンゲン、コルプ、 ビッテルブロン地区と続く。13世紀にはビュルテンベルクの霊園としてデュルン家がメックミュールを領主した。1250年頃にこの集落は都市圏を獲得した。1287年に法園道を焼け、1445年にプファルツ戦抵抗、1504年に6日間の包囲戦の末最終的にビュルテンベルク公領となった。 1379年に神学校と共に三次会が発足した。1519年にはゲッツフォン・ベルリヒンゲンがシュバーベン同盟軍の攻撃から町を防衛したが捕らえられハイルブロンに3年半の間拘禁された。1521年皇帝カール4世はメックミュールをビュルツブルグ市教に売却したが、1542年には ビュルテンベルクコウウルリヒに転売された。1525年、メックミュール氏は、ドイツ農民戦争に加担したとして、400グルデンの課徴金を課された。1640年頃のメックミュール・メックミュールを描いたリトグラフ。1854年。30年戦争の時代。1627年から1635年の間に、 市民の80%がペストあるいはそれに続く戦火により亡くなった。上山の三次会協会は30年戦争末期にフランス軍により破壊された。1649年から1742年までメックミュール氏とそのアムトはビュルテンベルク家の傍流であるビュルテンベルクのエーンシュタット家が治めた。1665年から1667年まで メックミュールでは魔女狩りが行われた。1808年にオーバーアムとメックミュールが廃止された。それまでメックミュールは死刑宣告の貢献を有する白尺化の裁判所が置かれていた。1945年第二次世界大戦末期、メックミュールは大規模な破壊攻撃を免れた。これはドイツの防衛軍を市民が撤退させたことによるものである。また、 ヤクスト橋の爆破を未然に阻止したことも攻撃回避に貢献したのであろう。1971年にコルプ、1972年にビッテルブロンとルフゼン、1975年にツユトリンゲンガが合併した。1974年、バインスベルクからビュルツブルグへのアウトバーン A81 号のインターチェンジにより、メックミュールは 広域自動車道路網に直接接続した。1987年から1996年の間にメックミュールの人口は6000人から8000人に増加した。これは主にソビエト連邦からの移住者によるものである。ウルリ飛行は1642年にメックミュールに宗教改革をもたらした。メックミュール及びその仕区には プロテスタント地方教会の教会組織の他に、カトリック教会もある。このため、クミュールには、福音派自由教会、メノライト、新使徒派がある。他には一般に新宗教とみなされる、エホバの承人といった教会がある。1971年1月1日に、コルプが合併し、ブーヒエン軍から、ハイルブロン軍に移管された。1972年3月1日には、 もともと1836年まで、メックミュールに属していたビッテルブロンとルフゼンが合併し、ブーヒエン軍が廃止された。最後に1975年1月1日に、ツユトリンゲンが合併した。市議会は20議席で、これに議長を務める市長が加わる。ビッテルブロン地区、コルプ地区、ルフゼン地区、ツユトリンゲン地区は、それぞれ独自の地区議会を有している。 図柄、緑の身分の山が縦の基部に描かれている。左右に分割。向かって、左は青地に黒い羽毛を持つ金の鷲の爪。向かって、右は銀地に四本スポークの水車の輪。死の色は青と白である。鷲の爪は1499年の死の印象にすでに登場する。水車は1639年にメックミュールの印象に現れる。 1645年にこの両者を組み合わせた印象が使われ出した。基本的にはこの印象が現在までほとんど変わりなく使われている。メックミュールの城と史壁を描いたカールベイサー作の油彩画。1870年頃。ヤクストタールビューネ・メックミュールは1991年から毎年6から7月にルフゼナーモンゼン広場で 野外演劇を上演している。2004年からは、この地域で有名なクニルプス人形劇団が、メックミュールに今日構えている。メックミュール郷土博物館は、郷土文化と地方裁判についての展示を行っている。メックミュールメックミュールには、その中心部に、広範囲にわたって、防衛施設や防衛用の塔を持つ壁や、多くの古い建築物が残されている。 列挙すると、例えば、1589年の市役所、1750年の牧師館、1627年の牧師保の館、1783年の染物屋の館、1758年から1927年まで営業していた薬局などである。最後の薬局は、城の上に位置し、かつてはオーバーアームトの施設として利用されていた。城山からは、 牧歌的な旧市街が見渡せる。メックミュール城は1517年から1519年までゲッツフォン・ベルリヒンゲンが官邸としていた城である。この城は現在指定であり、一般公開はしていない。ツユトリンゲン・ビッテルブロン・ビッテルブロンには墓地礼拝堂がある。墓地の門は戦役記念碑になっている。この集落の消防署は1818 18年に 建てられたものである。メックミュールは、ビュルテンベルクワイン製造地区で、コッハーイコールヤクストイコールタウバー地方、コッハーベルク大地区に属すワイン町である。独自の地域名としては、ホーフベルクやアンマーランデンといった名称で呼ばれる。メックミュール駅。駅舎手前の細長い空き地は、ヤクストタール鉄道跡メックミュールには、連邦アウトバーン A81 号で、 広域鉄道網に接続している。2時間ごとにシュトットガルト行き、ビュールツブルグ行きの地域急行が停車し、1時間ごとにハイルブロン方面及びオスターブル県方面への地域列車が停車する。地域列車はツユトリンゲンの駅にも停車する。1988年までメックミュール駅はヤクストタール鉄道の始発駅であった。この鉄道は、 軌道幅 750mm の狂気鉄道で、ヤクスト川沿いにデルズバッハまで走っていた。1971年からは、博物館路線として、蒸気機関車の運行もなされていた。2000年に、従業員数1000人を超えるカウフランドグループの流通センターができた。この他には、アグリアベルケ GMBH や MCKM、HLGMBH がある。 メックミュールでのニュースは日刊紙ハイレブロナーシティンメの北東部版に掲載される。週刊の市政広報誌、マクムーラーなリヒテンも発刊されている。商工会のコミュニティ誌、フォン・ヌスズ・オイヒは月刊で催し物や文化ニュース、市の歴史などが掲載されている。1960年からメックミュール病院が開設されている。現在は SLK クリニカン医療協会に属している。病床数100、従業員数190人規模である。市営の屋内プールがある。音楽学校、ギムナジウム、実業中等学校、各一校をはじめ、多くの本家庭、基礎家庭の学校がある。ありがとうございます。